どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですね、まあ雑談ということで、まあまったりやっていこうかなと思うんですけれども、今回私の村、まあ見てご覧の通りでございますけれども、施設が完走しました。イエイ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 。ちょっとですね、これ分かりにくいので、ちょっとこう一望できるところに移りましょう。はい、まあこちらがですね、まあ私のまあ村のですね、まあこう寄せた感じなんですけれども、壁の向こう側が、まあカウントストップ、もう上がりきらないよっていうやつですね。そして壁の手前が、まだ上がりきっていない施設ということなんですけれども、ちょっと見てくださいよ。対空砲、迫撃砲、ウィズと、そしてエアスイーパー、まあ、安いパッチ、ここにもありますけれども。ねえ、アーチャータワー。巨大クロスボウ。ということで。まあ、そうですね。かかった時間はまあまあまあという形でございますけれども、まあ基本は大工を稼働させるということですね。そしてまあまあ、あとトラップ結構ありますよね、トラップ。このトラップだけでも、相当まだまだお金が必要なんですよ。トラップだからといって甘く見てはいけないですね。ホーミング対空地雷とか、レベル3に上げるのに400万とかかかるんですよ。たっけーみたいなね。で、アーチャータワーと、まあ、バーバリアキングは、まあ、ポチポチポチだね。まあ、しつつ、みたいな感じですかね。そして壁はもう、まあ、こう、ぼちぼち塗ってきます。これはポチポチポチとかしませんよ。ぼちぼち塗ってきます。ポチポチじゃなくて、ぼちぼち塗ってきます。はい、ここ重要でございますよ。まあね、まあ、タウンホール10になったのが、いつぐらいですかね ?4 ヶ月、5ヶ月ぐらい前ですか?最初は慣れなかったっすけどね。もうこうして完走ですよ。まあもうね、どうなるんですかね?これから。まあ、クラン戦とかトロ上げが主になってくるのかなとは思うんですけれども。まあ、でも壁も塗りたいんでね、そんな、そうなんですよね。壁塗りたいんですよね。まあ、ということで、まあ、今回は完走したよという、まあ、雑談でございますけれども、まあ、皆さんもですね、まあ、やっていけばこうなりますから、ね、私の、まあ、ツイッターとか、まあ、いろいろなところで、私の1年前の村というのが、ちょっとまあ、まあ、出ておりますけれども、私1年前の村とか、何でしたっけ、タウンホール8で、紫壁とかなんですよね、確か。で、ドクロ壁が1個あるだけみたいな、そんな感じなんですよ。なので皆さんもぜひともですね、もうガチっていただいて。いやーもうね、壁が一番しんどかったですね。施設なんてね、ちょっとやればいけるんすよ。壁がやっぱきついですね。もう、アーチャータワーを着工とかしたら結構達成感あるじゃないですか。おっしゃ、溜めてきて、やっとこうアーチャータワー上げられたぜ、みたいな感じで、一つこう段階を踏めたなっていう感じすると思うんですけれども、壁はね、気が遠くなるんですよね。塗っても塗っても、うわ、まだこんなんじゃんっていう。それだけなんですよ。なんでね、まあきついと思いますけれども、やっぱかっこいいっすからね、壁は。まあ今ちょっとアースクエイクとかジャンプとかでちょっと、いらないんじゃねみたいな。もう壁を一つも破壊しなくても、星3はわからないですけども、星2が取れてしまうので、まあまあまあでも必要ですよ。後半で結構やっぱ壁のレベルっていうの重要となってくるので、ぜひとも皆さんも壁もですね、もう歯食いしばって塗っていただけるとまあいいかなと思いますよ。ということで、今回はまあ、雑談ということでね、防衛施設完走しました。やったーというですね、自己満動画でございました。ということで、ご視聴ありがとうございました。